一般家庭などで飼育されている犬の中から福岡県警が警察犬として嘱託する犬を決める審査会が直方市で行われています事前につけられた容疑者の足跡をたどって遺留物を捜索し直方市の河川敷で行われているのは一般家庭や民間の訓練所で飼育されている犬の中から嘱託警察犬を決める審査会です。 ジャーマンシェパードなど11頭が事前につけられた足跡の匂いを頼りに制限時間4分で容疑者の遺留品と見立てた布の捜索を行っています現在福岡県警の警察犬は直轄で飼育されている犬が6頭嘱託犬が14頭活躍していて審査会では鑑識会員が意欲と追及態度の観点で適性を判断し合格すれば来年度1年間警察犬として嘱託されます